にちは。こんにちは。次はですね、パターを教えてもらおうと思います。はい、パターを教えてもらったこと多分ないです、私。あ、本当ですか。はい、初のレッスンです。はい、完全に自己流なんで。お、はい、見てみましょう。おかしいっていう説もあるんで、私も。なので必ず2パット以内に入れられるように教えていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。これはややフックに見る。うん、カップ右端。右端。うん、どこでいいかな。とりあえず今は見ます。はい。どんな感じか。あ、強い。あんま切れないのかな。うん、惜しい。はい、最初でとりあえずみたいな、ボールの位置かな。ボールの位置、うん、今秋ちゃん真ん中ぐらい。あ、そうですね、うん、真ん中ぐらい立ってますね。なんか真ん中に構えてるから左足のかかとぐらいに構えてる。なるほど、このボールを。そう、左足のかかこれぐらい。うん、もうちょっと左足開くっていうか、ハの字、逆ハの字っていうの、逆、そう。で、手の位置は真ん中すぎるからちょっとだけこう、うんうん、だから今だと右に向きすぎになっちゃうからもっとこっち行くの。そう、こう手の位置が真ん中すぎるからこう、そう、もっと緩めるというか、うん、で、ボールは目の真下構えて、ちょっと前に来る。こんな、そう。オッケーオッケー。で、ストロークは若干ウェーブになるから、そうかな。そう。イメージは、うん、少しだけインサイドストレート。そう。そう。それで一回。そうそうそう。へえ。これでもあんま切れないの。内側。内側でいこう。内側。うん、で、かかとのところ。どうしても目の位置がここに来てるから、ここに。もっと。うん。こういう視界なんですね。そう。ダメだ。アウト。そうそうそう、そんな感じで、手がこう、行かない。行っちゃダメ、うん、しっかりと、ここ固定しないといけない。パターン的ってここだけで動かすから、ここだけ。なるほど、これだけで。あ、動いてたかも。下動いちゃう。なるほど。だから、あのウェーブするかもしれない。なるほど。だから、これだけ、私絶対して動かないから。ほら、本当だ。お腹、うん、もうアウトになるね。うん、若干まだボール追いかけちゃってるから、ボール追わないでしっかりと打つまで頭ステイしとく。頭ステイ。だんだん右向いてるよ。綺麗に入った。ボールの位置と手元の位置が真ん中になりすぎない。真ん中になりすぎたら上げるときにどうしてもこうなって体がこうなっちゃう。あ、だから自分のお腹の位置より若干左側に置くというか、左足。左側に。うん。目の下に置くようにして、うん、少しインサイド。ちょっと弱いけど
ちょっとまだぎこちないですね、腰が。でも全然知らなかったことばっかり、うん、面白い。もいもい、ちゃんと頭残ってたし。頭残すのってすっごく難しい。みんな結構、ね、あっち向いちゃう、カップに向いちゃう。確かに見ちゃう。プロでもずっとやれることだから、練習でも。本当ですか。頭残す練習、もうなんか見るなってことですね。そう、だから今綺麗に当たったよ。頭ばっかり好きして手が動いてないロボットみたい1個ずつしかみたいな最初でもね、わかんないよね、ちょっと振り子のイメージで、うんうん、上半身だけでパターのストロークはした方がいい。そうそうそう、下頑張って動かさないでね。で、大丈夫ですか？動いてないです、うん、大丈夫、最初より全然大丈夫。お、今いい、うん、強かっただけ。どんどん右向いちゃうから、そう。いいよ。おー、うまいうまい。めちゃくちゃお腹使いますね。なんかパター結構大変だと思う。これで体染み込ませたいな。うん、軸がぶれちゃうと、スイートスポットがずれちゃうから。いや、確かにいろんなとこで当ててる可能性はある。パターってちゃんと芯に当たらないとボールの転がりが良くならない。なるほど、引っ掛けて左行っちゃったりするんですよね、うんうんうん、まあいいんじゃない。うん、いいいい、転がりが良かった。うまい。うん、美味しい。今の悔しいやつ、ね、プロがいつもこうやって打ってるんだって思ったら私本当に知らなさすぎたうまいよ。おー、うまい。アプローチでこの距離ぐらいにして確実にこれいうのが入れば、おぉ、もう転がり違うよ。なんか距離伸びたけど伸びていいのか分からないけど、こういうパットが入りだしたらロングパットも勝手に寄っていくと思うんだよね、はい、この距離ぐらいが一番大事です。これ大事ぐらいなんだ。 1.5 あるかな。確かに私この距離すごい自信ないですね。じゃあみんな苦手な距離だと思う。ロングはちょっとやだもん。本当ですか。ボールの位置と手元の位置、もっとヘッドアップしない。決めたらもう、そう。もう明らかに違うもん、さっきと。全然転がり違いますね。ちょっとオープンっていう、ね。大丈夫。それの方が多分引きやすいと思う。でも今向き通り合ってるよ。本当ですか、うん、若干右向いちゃってるから。もうちょっと頭前に出してもいい。今めっちゃいい。パターン好きになったから全然違う。教わるだけで。いや、すぐできてるからすごいよ。いやいや、初のパターレッスン。ニカプロに教わるなんて贅沢すぎて、やばい。パッチ当たるかもしれない。なんでこれでもう3パットできないですよ、ね、でもこの距離ずっと練習してればいいですか。最初はこれぐらいでいいんじゃないかな。ロングパットを練習するよりショートパットが大事だと思う、うん、コースでラウンドする前にパターとかみんなやるじゃないですか、うん。プロってこういう練習ってこのぐらいの空間。私はショートパッドでなおかつ片手左手で打つ練習。左手で左手一本で最初。
練習をする。へえ。なかったけど。もう左手ってずっと持ってるだけで、右手は添えてるだけなんだけど、基本的には。なるほど。最初全然これも入らなかった。それで左手で打つ感覚を覚えて、右手は添えるだけ。そう、それだけ。へえ。右手を使いすぎちゃうからどうしても。左手でストローク引くのも結構難しい。いや、私絶対ブレます。そう。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。これ結構、うん、やった。ちょっとやってみたい。もっと短い距離でいい。だからこれぐらい。で、こう構え。これちゃんとしっかりスクエアに構えないとまっすぐ入らないからね。今こっち向いてるよ。ダメだ、まっすぐ引けない。うん、うわ、え、これ難しいですね。難しい。これでも短い距離さえしちゃった方がいいと思う。左手で女の人を持つの大変だと思う。私も結構握力ないから、しかも8の字になっちゃう。ウェーブしちゃう。ウェーブしちゃう。まっすぐ引くのが難しい。え、これ普通にアマチュアでも練習家でやっててもありですか？その時にやっぱこことか全部動かないように、左手だけでまっすぐしっかり逃げらないとまっすぐ行けない。あ、本当ですね。おぼつかない。それを結構やって左右手を添えると、すげえなんか左手使ってるなってわかる。めちゃくちゃいいこと聞きました。でこれまっすぐのライン時ちゃんとやってほしい。あ、なるほど。おぉ、ほんとだ。いい。まぁ、あ、ちょっと今、たかが知れてる練習量だけど、全然違う。全然違う。どうしよう、これ以上聞いたら私情報過多になっちゃうから。いや、ほんとコース行く前のまた練、うん、もうちょっとなんか有意義なやり方あるんだろうなって思いながら、いつもやってたんで、うんうんうん。これだけでも全然スタート前にやってたら、本部は距離感だけだから、うん、なるほど。じゃあ、アドレスですね。うん、アドレスで左足のかかと、どうしても多分こう構えちゃうから、もっとここ顔が前に、上体が前に行かないとボールの目の真下に落ちないから、これも自分で確認していいと思う。これぐらいだと思う。 OK、 パーフェクト。でアドレス、左足のかかととボールが一緒。今は左向いてるよ。ちゃんと合わせよう、うん、今日のパターンの復習を、うん、ちょっと外さないぐらい、うん、で合わせたら左かかとね、左かかとはアウトにして、うん、裏位置は、うん、ってなると自分が今右向いちゃってるからこっちに来ないといけないですね。こういうことか。だから最初に構えるときは多分セットアップの前一回こう構えてからやった方がいいと思う。こうじゃなくて、そしたら、うん、構えてから足開いた方がいいと思う。構えてから、そう、こういうことか。そう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 、一回こうしてここ、そう、ちょっと左向いても気持ちいい。あ、そう、だから開いて、そうで目の位置合わせて、うん、で最後、うまい。おお、素晴らしい。いや、すごい。これちょっとあの、メモしたい。すごい、ね、いい感じになりました。はい、いい感じに。このままコース行きたい。やばいです、今日はゴルフの知識欲が。本当ですね。はい、いや、本当ありがとうございます。ありがとうございます。パターの極意を教わりました。ラウンド前は左手で練習して、左手の感覚を持って練習する、うん、はい、あとは数々のチェックポイントは忘れないようにメモしておきます。はい、このパターレッスン動画がいいなと思った方は、高評価、はい、チャンネル登録お願いします。します。またねー。